せめてピッケルぐらい持ってきたよかった。虫網と。しゃあ、1クエスト目スタート。いいね、綺麗。これなんかちょっと、あ、どうやってるの？あ、こうか。なんか一個下にしたよね。カメラ初期位置。あー、これかな。これがいいわ。よし。で、なんか、煽るよね、やっぱり。持ち帰ってくれるよね。転がしにゃんじろやったっけ。クエストが、何やったっけ。ああ、特産キノコ10個。タケノコもあったよね。特産キノコ。てか、あれか。ガンスの弾詰まってないの、最初から。お、いいね。いきなり。なんかちょびっとだけ Wi-Fi 弱いな。やっぱこの時間。ちょっとカクついちゃうけど。お。ちょっといただこうか、それ。ほら。お。あ、なんかガンスの弾の色も違うな。昔は。あ、熟成キノコか。サブタゲってあったっけ、サード。ないか。メインターゲットだけか。やっぱサードって言ったら乱入ね。楽しみや。他にキノコどこやったっけ？あ、7番あったかな？あ、あるね。これやね。オッケーオッケー。これ。これいけんかな？サードでも。あ、できる。よし。あ、こんな音楽ね。あ、懐かしいこの音楽。いいね。クリアした感じある。よし。これいつも通りかな？あ、できんね。すげえ、めっちゃ耐えるやん。うん、進めていこう。よし。なんか撃ってる？あ、爆薬直接撃ってんねや。まあまあ、もうちょっと金が貯まってからっすね。いつも冷やかし。恐怖の予兆でも 100% 乱入するよね、これ。よーし。あ、なんか夜やしね、やっぱ。明らか画質いいもんな。よーし、行くぜ。お、あ、ほら、やっぱり。でも最初から乱入なんやな、これは。もうね、やっぱこいつよね。なお、うん。倒せんかな、こいつ。しゃあない。食わしたろうか。ああ、食わんの早っ。白身やな。警戒 BGM。 よし、よいしょ、 OK。 あ、てか 4G しかしたことなかったらさ、あ、知らんよね、やっぱりこれ。
うん、これ青柱っていうウルクススの格下って言ったらいいかな。ウルクススが真ん中なんですね。工事におるよね、ウルクススが。そう、サードが最初やったかな、ウルクススも。うぃ、ナイス。あ、なんか弱点殴ったら黄色でもすげえ刺してる感あんな。よし。あ、やべ、切れ味落ちんの早いな。でもなんか爆弾とブーメルやけど、爆弾ばっかりやな。近いからか、すげえ吹っ飛ばされそうな気がする。やべ、うーふ、ダメージでかっ。やっとくか、やっぱ一発。よし、一発やっとこかって思ってんやけど、なかなかタイミングがない。ちょ、来てくれ。オッケー、当たった。ギリギリやな。オッケー、ああ、ヨータ、やったぜ。なんかあれやな、爆風当たってるエフェクトが少ないな、サードは。あー、なかなか。よし、とりあえず蜂蜜とどうか。モンさんあるよね、ダブルクロスがやってたりしたら、この渓流ってマップも知ってたやろうけど、 OG しかやってないもんね。こう青柱がサードで一番、いや一番弱いのはやっぱドスファンゴやな。あ、おった。ここらへん、あーあー一発かましといて逃げていくスタイルね。おらおら、意外に。おーい、やめちくりってか、そんな吹っ飛ぶんや。ちょっとあーんってなるだけやと思った。よし、寝たかな。あー、夜更かししてる。早く寝な、バカしちゃうよ。あらよ、お疲れさんでーす。よーし、あ、なるほどなるほど、モンスターが湧くか。よし、じゃあこれで一応クエストクリアしとこうかな。 OK、 なんだっけかな、お願いします。この子はなんか転がしにゃんじろうって言って、クエスト、1クエスト中1回だけ、なんかその手持ちの、ちょっと邪魔なものとかをアイテムボックスに送れる。それからなんか最終ツアーとかに結構便利かな。1回戻って多かったら直してもらって、で、もう1回最初に行くみたいな。こんな感じですね。お、緊急クエストかな。こんにちは、ハンター様。今日はちょっとお願いがありますね。青柱はご存知かしら。あ、倒したね。あれ、あ、緊急クエスト、合わせろ。マジ、さっき倒したんやけど。はいはいはい。しびれやな。ああ。めちゃ楽やん。ああ、合わせろや。行きましょう。GO!5 番?ああ、ムービーあるんや。あ、出た。これ、刺身をもらえるやつじゃん。うえ、一撃。
めっちゃ強そうな映像やのよ。オレオレ。あ、そっか、最初から履いてないの忘れてた。避けて、あ、避けられなかった。いやー、ちょっとジャギ、ちょ待って、体力もう半分だけど。でもってターゲットカメラがないからしんどい。ちょっと舐めたら死ぬなこれ。やべ、やめてー。オッケーオッケー、ガードしていく。一発かましくい。オッケー、避ける、ナイス、いいね。ここ危ないか、やめてー。体力ギリギリ。そう、ターゲットカメラはね、トライGガラスで、そう、あの 3DS になってやっと2画面になったから、いろいろ機能追加しよっかってことで追加されたんと思うんですよ、あれ。でこれ PSP の時代やからないんですよね、タッチパネルとかが。いいよ、いしょ。ちょ、なんかバックせえへんの。オッケー、しっかりボタン押し込まなかな、これ。うお、なんか動き速くなってない君。えい、オッケー、やめてー。ああ、そんなに広めへんね俺。あ、最後のは強いんや。おしい、避けていく。やべ、やめて、やめて。あ、なんさっきより強くない君。よし、おお。けどまあやっぱ簡単やね、最初やし。オッケー。でちょっと鉱石採取して寝てから、うん、バチコリ決めていっちゃいましょう。もうたまったね、リュギー砲。え、まあ、ちょっと早く寝ろよ、夜更かしすんなって。よし、いやー簡単かった。まだまだね、大事で、もういいよねこれ、めっちゃいいよね。もうサードってほんまマジで実際に行ってみたいっていうとこナンバーワンな気がするんだけど、自然が豊かで温泉も気持ちよさそうやし。あ、それせっかくやし、温泉どんなんか見せよっか、モンさんのために。お、まだ耐えるか君。よし、この装備もいい、いいでしょ、この行くも。あ、雷が強いんや。そう、食事がなくて温泉で体力とスタミナ上げてからの、そう、ドリンクで追加スキル付与みたいな。攻撃力アップさせたりとか。よし、青木画獣、画獣先輩。よし、これで星2かな。そうですね、これ初期装備ですね。初期装備でなんか一番いいって言われてますね。なんかこれ。自分もそう思ってる。初期装備の中で一番かっこいいこれ。かっこいいっていうか、なんかいいよね。気に入ってる。